かい。この学院のカリキュラムは2つあって、どちらかに所属しなければならない。1つは騎士コース、教練室で魔法の使い方や応用を学ぶのさ。将来は国の主戦力たる騎士や軍人になるためのコースだね。もう1つは博士コース、研究室にこもり新たな魔法を開発したり利用方法を模索したりするのさ。君は入試から見るに古代魔法に興味があるのでは？ええ、まあ。だったら私のところで決まりじゃないか。いえ、あなた以外のところがいいです。その時まではこの紙にサインだ。だから嫌です。 There he is。 おお、いたいた、やっと見つけたぞ。久しぶりだな、ハルト。Damn！ 君に向かってきたこの人はどちら様？ライアス。ライアス？まったく、そんな乱暴な挨拶がありますか？マリアンヌお姉ちゃん。このマッチョ、ライアス。ハルト君、お久しぶりですね。お姉ちゃんは相変わらずの美人さんです。お前、また強くなったんじゃないか？マッチョ。マッチョだ。俺に何か用ですか？おいおい、同じ新入生なんだから敬語はやめろよ。いえ、王女に尋ねたので。なんだと？ダイアン。落ち着いて。ハルト君はもう所属は決まりましたか？いえ、まだですけど。でしたら私と一緒の研究室に入りませんか？ずるいぞ姉貴。ハルトは僕と同じところに入るんだ。待った、彼は私のところに入るとなのだよ。教師が推薦するとかずるいぞ。そっちでこそ、たとえ王族だろうとここは譲れないよ。ねお前もしかしてティアリエッタ・ルセイアンネル教授だろ？ That nigga left. I put money on it. 私を知っているとは。ブーケの人間も私の研究に興味があるようだね。Oh, he did. ここだけはやめとけ。こいつろくな結果も出せない古臭い研究やってて、他の教師とも衝突しまくってるらしい。王子殿下、成果を出せないのでなく愚か者どもが理解できないだけだよ。まあこういう感じだ。何をやるか、この野郎。アルトは僕のところに入るんだ。いや、私だ。もちろん私ですよね。Oh my god, leave the boy alone, man. めんどくさ。あの、なんだね、君もハルト君の勧誘かい？いや、ちょっと彼に用があって。Lord。なんだ、ここでは言えないような用か。でも待てよ、こいつを利用すればここから抜け出せるんじゃ。Yes, you can. You better go.ああ、すみません。実は俺、こいつと約束してたんです。では、ライアス、あのお方はハルト君とどういった関係で？知るかよ。私は諦めないぞ。Leave that man alone, bro. 兄上様が学院に通われてからというもの、遊べる時間が減って寂しいです。言うな、私だってハルト様のそばにいたい。キュピーと来ました。兄上様に何か面白いことが起きている予感。これは確かめに行かなくては。ハルト様はなぜ私の行き来を許してくれんのだ。まあよい、今はこの家を堪能するとしよう。プレイは切り替え早いね。そうでもせんとやってる。本来ならば主殿のそばにいるのが進化の役目だが、ハルト様はそれを望まない。だから葛藤しているのだ。そうだったんだ、プレイって真面目なんだね。私は誰かに仕えたりとかそういうのが苦手だった。だから一人だったけど、プレイは今の生活にも順応している。十分すごいと思うよ。なんだ、やけに褒めるな。照れるではないか。まあ、以前の私は魔王の近くで魔族をまとめるのが仕事だったからな。うん。じゃあ魔王とは仲が良かったの？うむ、盟友であったよ。あやつは
魔族や魔物のことを第一に考える優しいやつであった。その優しさゆえに人間の扱いについて他の魔族と衝突してな、よく私が止めに入ったものだ。魔王の理想は人も魔族も共存できる楽園を作ることだったからな。Seems like a kind guy. 今にして思えば、奴は初めから先行機と戦わずして負けるつもりだったのかもしれん。どういうこと？先行機に侵攻された際、あろうことか奴は全ての魔族を逃がしたのだ。自分の理想のために自らを犠牲にする。Damn. きっとかねてから人への転生を計画していたのだろう。Oh, shit.自分が人となって人の中から意識を変えようとしてたってこと？うむ。魔王がそこまで考えていたなんて知らなかった。ま、やつのそういう甘い考えが私は好かんかったがな。しかし、まさか自らを滅ぼした先行機の腹から生まれ出るとは想像もつかなかった。ハルト様は転生前の記憶はなくしてしまったと言っていた。もしかしたら非常になりきれない甘い部分を切り捨てるためにそうしたのかもしれん。魔王はよく我らの種族名を省略していた。だからハルト様がその名を私につけてくれた時は驚いたものだ。その時思わず魔王時代の名を口にするところだったよ。そういえば私魔王の名前知らない。軽々しく口にするなよ。うん。魔王の名はイリス・フィリアだ。Oh!